利用者が少なく存続の危機に立っている JR 理工東線についてです。大崎市は存続策を検討する会議の初会合を開きました。市としての考えを年度内にまとめ、 JR との本格協議に備えます。会議は市の幹部11人で構成され、 JR 東日本や県、東北運輸局の担当者もオブザーバーとして参加しました。地方鉄道がまさに存亡の危機に直面しているという、年度内に一定の方向性をまとめて、来年度から始まります国の協議会に向けて、しっかり大崎市たちの考えをまとめ提言をしてまいりたい。JR 東日本は人口の減少を背景に赤字ローカル線の見直しを進めたい考えで、陸羽東線の古川駅より西側も対象の一つです。 JR が7月に発表した2019年度の収支では、100円を稼ぐためにかかる費用は古川と鳴子温泉間で1043円、鳴子温泉と山形県の最上間で8760円でした。大崎市では利用者を増やす方策に加え、今後レールの維持管理を自治体側で担う上下分離や、線路跡の専用道にバスを走らせる BRT なども研究していきます。今日の会議では、大崎市古川にある塚の目駅の利用者を対象としたアンケート結果などが報告されました。高校生など通学に利用する人が 43% を占め、通学の足の確保が焦点の一つになると見られます。大崎市では市の考えを年度内にまとめ、来年度以降本格化するとみられる JR 東日本との協議に備える方針です。魅力ある使い勝手のいい、楽しいその陸羽東線を再構築していくということが、最終的な願望を目標にしたいと思っております。自治体、県や大崎市、あと地域の皆様と一緒になってですね、持続可能な交通体系についてしっかりと話し合いを進められればと思っております。